人には腕輪があることになっている。それが偽の情報だとバレても策は失敗だ。本陣に敵を近づけるわけにはいきませんね。何としても押しとどめねば。行け、そして腕輪を奪い返せ。あいつらの手には余る。攻め寄せるは我が子らか。ならば拙者が出迎える。また兄上たちと戦うなんて。でももう迷っていたらいけないんだ。竜電様を守ろうとする弟たちの覚悟、兄として堂々と受け止めてみせる。観光、お前の力を見せてみろ。拙者も兄として全力で受け止める。わかりました。軍神の子同士、恥ずかしくない勝負をしましょう。みんな準備はいいか。ならまとめて蹴散らしてやれ。さすがです。あなたならばと思っておりました。ミスターグル、私は一望だぜ。父上たちと戦いたいわけです。本作、ここは戦場。敵としては今見えれば刃を交えるのみ。カウント私も覚悟を決めるべきか。あの竜禅様は私たちが助けます。だから信じて待っていてくれませんか。わかった、お前を信じる。だからちょっと手を止めて一旦引かせてくれ。腕輪をちらつかせ我らと戦うか。ケン先生、愚かしいにも程がある。まあまあ、あいつらをとっちめて返してもらえば済む話だ。そうなればいいが。突き進むのみ。銀兵殿、家族と戦うのが嫌なら下がってくれ。私には皆で何とかしよう。いえ、みんな一生懸命戦ってるんです。相手が誰だって私も頑張らないと。それに竜禅様の腕輪も絶対間に合います。私みんなを信じてますから。私の忠義しかと見届けた。愛者のお子のことは父に任せよ。父上、どうかお願いします。なんと頼もしき戦ぶり。見事に磨き上げられた武勇。拙者たちがお助けする。知っていたのですか。なあ、もう案ずることはありません。伊勢様、戦場にいないようだ。今頃どうしているのだ。伝令、直江兼次様たちが腕輪の確保に成功したとのことです。よし、腕輪を確保できた。これで偽情報は偽でなくなった。腕輪が手に入った今、
本陣を閉ざす必要もない。今こそ打って出る。はい、竜電殿の無事を信じ突き進みましょう。攻めに転じたか。何か違うや。敵は攻めに出たか。私が迎え撃たねば。誰にも負けねえ。ベルカ超運ならばこの関羽長が相手になろう。超運殿と戦うのは辛い。でも立ち向かわなきゃ。関羽殿、銀兵、いざ勝負。超運それでよい。拙者も全力で相手を務めよう。私も軍神の子として力一杯頑張ります。私このまま負けちゃうのかな。カウ殿、銀兵殿、でも諦めたくない。趙雲殿や兄上たちを取り戻すためにもまだまだ頑張らないと。趙雲殿、もう一回お願いします。すごい、どんどん力がみなぎってくる。我が娘よ、そなたの覚悟で活路を切り開くのだ。銀兵、お前まで出番を。だが遅れを取るわけにはいかない。私が敗れては竜禅様が。みな心配をかけたようだな。私はこの通り自由だ。もう争うのはやめてほしい。竜禅様、よくぞこうじて。史上の感動の再会、泣けるっす。ってことで確かに送り届けたんで、ドローン。竜禅様さえご無事ならもう神に従う理由はない。どうかこれよりは皆と共に。はい、もちろんです。よかった、これでもう超運殿と戦わなくていいんだ。腕輪は必ず取り返す。だがペルセウス、まずお前を倒さねば。アテナの責任感大したものだな。私を撃たねば気が済まんか。アテナの奇襲に敵は動揺している。さらに畳みかけよ。ほう、この状況でさらに兵を出すか。隙のない采配だな。もののふの意地、今こそ戦場に示さん。皆には迷惑をかけてしまった。私もできる限りのことはしよう。
様、どうかご無理はなさらぬよう。こういう無比の分感服いたしました。拙者もそのようになりたいものです。どういうことだ。腕輪は本陣にあるのではなかったのか。我らの目を引きつけ竜禅を救出するための秘宝というところだ。また踊らされたということか。ふざけよって。アテナ殿、なぜそうも憤るのだ。ペルセウスは家族なのだろう。許してあげてほしい。家族、そんなことは関係ない。奴は半人の分際で神を裏切った。罰は受けてもらう。そうか、悲しいな。そういうものか。ちょっと手を貸してくれないかな。よし、敵将討ち取ったり。なんと頼もしき戦ぶり。見事に磨き上げられた武勇。槍の股だ、まかり通るぜ。これで不本意な戦を強いられることもない。よかったではないか。ちょっと三成様、銀平、よく頑張ったな。妹の活躍、兄として誇らしく思う。大兄上、ありがとうございます。でも、もっともっと頑張らないと。そうだな、我らの絆、見せつけてやろう。敵も疲弊しているようだ。そろそろとどめを刺してやるか。アレスが動いた今こそ好機。我が槍で貫かん。リン・マンセイ、またの名を勘が冴える男ってか。なんだか今日すごく武器が軽いみたい。いくらでも動けそう。あの力はフレイヤに見えるが、どういうことだ。撤退するほかない。さすがなるご活躍、あなたと共に戦えること誇りに思います。カウ殿、これまでご迷惑を。お主は当然のことをしたまで。詫びる必要などない。なんと優しきお言葉。武をもってお答えします。逆らう相手を間違えたな。その浅はかさ、後悔させてやろう。金継殿、腕輪を手に入れてくださり感謝します。おかげで趙雲殿の攻撃をしのぐことができました。彼女の戦ぶりは妖怪そのもの。ではなくとも趙雲殿を飛ばしたに違いない。確かに熱き闘志を感じました。私たちも負けてはいられません。参りましょう。あなたこそ真の三国武将です。私に挑むか。よかろう、かかってくるがいい。みんな懸命に頑張ってくれている。君まで無理をする必要はないだろう。確かに私の武など役には立たない。だが戦う姿を見て奮起する者もいるのだ。よく見れば君の技は鍛えられた。軍師は軍師で隠れた努力をしているのだ。なんと頼もしき戦ぶり。見事に磨き上げられた武勇。取り返せなかった。まあいい、駒はまだ残っている。腕輪を確保し、仲間も増えた。上々の戦果だな。これまですまなかった。竜禅様を救ってくれた恩、この武器にて返そう。